とね、みんな どこのカラオケかちょっと分かるか分からんけど、あのすごく飲み物がね、なんか充実してるなと思って、こんばんは。よいしょ。見て、そう、これ、デリリー。なんかね、ミルクストロベリータピオカみたいな、めっちゃ美味しそうなやつがあったので、頼んでみました。いただきます。うまままです。これなんかあれに似てる、あの焼酎じゃないでしょ。初訪問の方ありがとう、こんばんは。 X ね、7400どんどん着実に増えていっております。マットさんリスイさんありがとうね。パウダーファンでなんかね、みんな結構出してくれたんだけど、あ、タピオカじゃない、なんだっけあれ、違う、ナタデココだ。松田さん投げケース、ありがとう。一人用にチェンジあるよね。アイスレモンさんありがとう。ラブレット、鍋さんもハートありがとう。こんばんは、こんばんは。うん、よいしょ。あ、松田さん、ディスリーさんありがとう、ハート。こんばんは。いや、歌いたい、歌いたい。でもなんか、うん、うん、本当に美味しい、これ。お久しぶり、レアルマドリッドさん。DPM さんも投げキッス、よくありがとう。今日のメイクは、うん、そんな普段と変わりないです。写真撮りたいメイク。え、そんなに？で、私の今日も、今日ね、電車乗った時に、隣の人が、ね、眠たそうだった。うん。いや、というか寝てたなんかね、あの朝に乗ったんですけど、あのね、8時ぐらいで、なんかあの8時、9時ぐらいかで、確かに、こんばんは。そうで、なんかすごいね、サラリーマンの方だったかな、多分すごい眠たそうで、なんかもうずっとうっとってなってて、そう、あのこれはもしかしたら肩に乗られるパターンかもしれないと思ったけど、あの耐えてた、なんとか。すごい声、あっ、はって、OK、こんばんは。うん、久しぶり。うんうんうん、うまい。おはじめたるさんもありがとう、こんばんは。うんうん、んーだー、わかる、そうなの、肩私に寄りかかりたい、かかられたい。私はあんまり寄りかからないですね。うとうとしたとしても、電車でね、うとうとした、うとうとしたとしたもしても、私はもう前前に行く、横じゃない。なんか歌詞だけ見れたら歌いたいな。ジュクありがとう。かまちゃんさん、お、ラブレタージュクありがとう。しょうさん、こんばんは。インカメやばいよ。今のあれ何なんだろう、ランキング何が上位なの。あ、ビンバンバビンバンバビンバンバボーンらしいですよ。え、難しくない？あ、2位は怪獣の歌ですね。怪獣の歌、アカペラさん、こんばんは。アイジさんありがとう。ラブレター10個前星さんもありがとう。あ、間違えた、間違えた、
よいしょよいしょ。祈り、わあ祈りね、祈りを刃に、うわ懐かしい、やばい、むずきしないよこんばんは、よいしょよいしょ、ちょっと大変、ちょっと待って、よいしょ、うなぎキッスありがとういさ、じゃあじゃああれ、あのあれでしょ、多分あれだよ、マッシュルだよ、ビンバンバビンバンバビンバンバンボン、かまちゃんさんありがとう、ハート10個めっちゃくれとる、のは君の歌かい、ちょっと早い早い早い、ちょっと待って、もう一回もう一回もう一回、じゃあ今からですね、怪獣の、え、これバラード歌、怪獣のバラード歌をアカペラで歌います、聴いてください、大丈夫そう、大丈夫、ちょっと響いてる、このぐらい、それでは歌いたいと思います、あ、スタートからやり直しができる、こんばんは、アカペラ歌唱、あ、もうちょっとできますよ、バウンディ、思い出すのは君の歌、会話よりも鮮明だ、どこに行ってしまったの、いつも探すんだよ、思い出すのは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ、君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ、でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ、聞きたいんだもっと騒げ、怪獣の歌、まだ消えない夢の歌となって、君がいつも歌う怪獣の歌、まだ消えない、口ずさんでしまうよ、思い出すのは君がいた、ギター持ってる君がいた、忘れられないんだよ、だから僕が歌うよ、でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ、聞きたいんだもっと騒げ、怪獣の歌、まだ消えない夢の歌と唱えて、君がいつも歌う怪獣の歌、口ずさんでしまうよ、落ちてく過去は鮮明で、見せたい未来は繊細で、過ぎてく君には鈍感な君へ、落ちてく過去は鮮明で、見せたい未来は繊細で、過ぎてく君には鈍感な君へ、ねえもっと騒げ、怪獣の歌、まだ消えない夢の歌と唱えて、遅かった、君がいつも歌う怪獣の歌、まだ消えない、口ずさんでしまうよ、
ねえ僕ら眠れない夜に手を伸ばして、眠れない夜をまた伸ばして、眠くないまだね、そんな日々でいたいのにな、懲りずに手を伸ばして、眠れない夜をまた伸ばして、眠くないまだね、そんな夜に歌う怪獣の歌。アカペラのなんか涙目、うわ、まだ照れくさいあいつとフェスに、はい、すごいめっちゃ聞こえる隣の方が。ジョーレさんありがとう、初見さん来てくださった方ありがとう。私のこんばんは、えい、どうもべさんも流れ星ありがとね、ペンライトも20分ありがとう、かまちゃんさんも流れ星、もべさん音符とかありがとうね、尊いかまちゃんさんありがとう、あもべさんありがとう、ミラーボールくれとったね、ありがとう、トムトムさんも音符ありがとね、せそれが見えた気持ちいいよし、いっぱいありがとうございます。グッドワーさん、オープンありがとうね、アサーさんもラブレターありがとう、仕事まで行ってらっしゃい、こんばんは、こんばんは、グッドワーさんありがとうね、オープン、いやありがとうございました、で黒目大きく見た、パグルズさんありがとう、レインボーの星ありがとう、スマートさんもラブレターありがとう、グッドワーさんもオープン10個ありがとう、トプチのおしゃさん投げキッス10個ありがとう、かわちゃんさんありがとうね、 Tかまちゃんさん投げキッス10個ありがとう、こんばんは、手持ちでもいいかもね、なんかもこれを飲みつつ、ナタデコクが詰まる、フェルナンドさんありがとうございます、言ってくれて俺ありがとう、ジュージュージュありがとうね、ラブレッターグッドワーさんも音楽ありがとう、ごめん、うんうん、なんかさ、あるあるかもしれないんだけどさ、だいたいこういうさ、なんか配信しようと思って一人で行ったらカラオケに結構高確率で大きい部屋に通されること多くてあれ何なんだろうね、なんかそのね、やっぱさ2人とかで来た人の方がをさ、では3人とか来た人を優先にこっちにね呼べばいいのにさ、1人に限ってこう、そうなんだよね、あ空いてる時間そうなのかな、この時間帯でもどうなの、結構来ない、逆にどうなんだろう、あでもご飯みんなであれなのかな、ご飯行ってカラオケに行くみたいなパターンが多いのか、だから今ご飯抜き、ご飯だから人少ないみたいな感じ、そうだ、うんうんうん、ねノリノリだ、アサさん投げキス10個ありがとう、こんばんは、ラッキーだわ、すごいよね、もう本当に広い、もうこんな感じ、めっちゃ広い、広いです、寂しい、ポツンとポツンと一軒家って感じ、平日、あそっか平日だもんね、もう私曜日感覚が全くないんですよ、そう本当に職業柄と言いますか、そうでもね本当に放課後戦記もね、決まったことはみんな知ってると思うんですけど、まあ、稽古もうちょっとで始まるのでちょっとね、セリフとかもちょっと思い出しつつちょっと見ていこうなっていう感じです、そう
水曜日お疲れ、お疲れ様、折り返しだよみんな。なんかね、疲れる時とかもいっぱいあると思うけど、本当に皆さんはね、生きてるだけで偉いです。本当にもう生きて、もう起きて、仕事して、学校行ったりとかねして、ね、本当にお疲れ様だよ。うん、もうね、学校とかね、仕事ね、ちょっと今はね、いろいろあって行けてないとかっていう人もいるとは思うけど、もうね、やっぱりね、自分の身が一番大事なので、そこはね、こう調節しつつ、みんなね、辛い時とかもあるだろうけど、その時はまあ自分のペースでね、ゆっくり進んでいきましょう。配信水曜日覚えてるよ、こんばんは、お疲れ様です、ありがとう。フェルナンドさん、投げキス10枚より10個ありがとう。チケットを、嬉しい、そう ごめん、めっちゃくしゃみ出た、はい、そう、チケット、あ、そう、放課後前期のチケットね、発売中でございますので、あ、はじめましての方もいると思うので軽い自己紹介。普段ね、まあ結構舞台を中心に今活動しておるんですけれども、俳優、女優として活動しております。マルチに活動しております。20歳の星野まりなです、よろしくお願いいたします。本当に私は、なんだろう、毎週水曜日ね配信してるんですけれども、そうね、配信の種類としたら、まあゆったりと雑談してみんなと楽しくおしゃべりしようっていう感じの配信のスタンスでございます。たまにね、イベントとかあったらやって、そういう時は結構まあなんか企画をしたりとかっていう感じで配信しております。はい、で今ね、ちょっと前に、アサルトリリーっていう、舞台が終わって、で次はちょっと放課後戦記っていう、市川美織さん、元 AKB、NMB の方が主演でやられる舞台があるんですけど、その舞台に次出させていただきます。でそれはね、初めての私が東京に来て舞台をやったもの、作品なので、ちょっとね、2年ぶりなんですけど、2年ぶりにその作品をに関われたことがね、今回呼んでいただいたので、オーディションとかじゃなくて、ちょっとね、頑張っていこうなっていう感じ。ぜひね、7月から始まりますので、本番でチケット発売中なので、もしよかったら、X からね、飛んですぐあると、あ、すぐ固定はしてないんだけど、すぐにチケット発売のポストがあると思うので、そちらからよろしくお願いします。 X とインスタもやってます、みんなフォローしてね。 X もインスタもツイートしております、配信投稿しております。 Twitter はほぼほぼ毎日やってて、で、インスタはまあちょくちょくって感じ。結構ファイト、ありがとう。大きいリボンないのかな、いや、あると思う。なんかね、ビジュアル撮影はもうしたんですけど、ビジュアル撮影の時には髪飾りはしなかった。あれ、前回つけたよね、つけたっけ。そう、いやでもね、本当にね、嬉しい、小姫、その放課後戦記、前回出た2022年の放課後戦記で一緒だった子がいて、すっごい仲良くて、でそれが終わってからも共演はね、それからはしてないんだけど、定期的に会って話してみたいな感じの子がいて、その子がね、今回チームは違うんですけど、3チームあって、でチームは違うんですけど、結構ね、多分稽古で同じになると思うので、楽しみ。知ってる人もね、やっぱ増えてきたので嬉しいですね。
やつこさんファイトありがとう。こんばんこんばんは。全然です。いやいやいや。ベルナムさん投げキッシュ10個ありがとう。マリナ、はい。5月アスリティーで本当生き抜きました。私はもう皆さんがいるから生きていると言っても過言ではございません。本当にもうね、支えでございます。本当にそう、だから本当にね、会いたいんだよね私は。本当に何だろう、本当に会いたいんですよ。心の底から会いたいんだけどさ、イベントがさ、一応前事務所に行った時も伝えたには伝えたので、なんか直接会うのもね、いいんだけど、まあ結構準備がいるじゃん。準備とかせる、まあまあ会場というかその場所もね、確保しないといけなかったりするから、まあ、1対1でね、オンラインとかでもいいなって思ってたから、それもちょっと提案してみたので、事務所側にもしかしたらちょっと7月6月はどうだろう。でもオンラインだったら別にできるはできるんだよね。そだからね、すぐに進んでちょっといろいろとそういう1対1で話せる場所を増やせれたらなと思っております。これがどんどんさ、なんか後々になってなんか7月8月9月とかになんかね、やだよね、なっちゃいそうで怖いんですけども。あね、ツイートで見た、今日がアサルトリリーのやつの配信がね。アサさんありがとう。ラブレター、お、ヨッシーさん、キュンです、ありがとう。嬉しい、キュンです。あー出たら、間違えた、うん、褒められて、私褒める、褒められるようになる。うわ、レインボーのしゆくん、ありがとう、よしさん。うれピーナッツです。こんばんは。はじめまして。なんか、はじめましての人でもさ、初見ってついてない人、ビギナーとかついてない人ってどうなんだろう。間違って押しちゃったのかな。うん。うん。吸えない。うん。うん。こんばんは。岩手に帰ってなんでくしゃみね、結構前、め結構前の、あ、もべさんありがとう、情報早いな、本当にありがとうね。こんばんは。そう、15分、いつもは20時ぐらいからやってるんですけど、配信ね、ちょっと上に行っていく。トムトムさんありがとうね、流れ星ちゃん、二次元、いやそんなことないよ。うん、ああれそうなの、乃木坂の、あすごいよね、初耳だ、でも可愛い。なんかあるよね、猫のこういうこういう感じのピースの写真、ちょっと誰か横に並べてツイッターとかで、ちょっとどの写真か分かるか分からんけど。みやびさんありがとう、投げキス3つ。 SNS どうだろう、もっとやりたいけどどういうのがいいかな。トムトムさん流れ星チェックありがとう。カムイさんも本当ありがとうね。そう、リサさんもいるの、久しぶりだな、リサさん会うの。顔合わせもあるんで、その時に話したいね。放課後前期で仲良くてっていう人ね、なかなかさ、舞台とかでもさ、本当自分は心がけているというか、一舞台に一人仲良くなれればいいなっていう感じの、少数精鋭なので、私は。でもね、それは良くないんですよ。もっともっとなんか壁作らずね。あ、こ姫じゃない、こ姫ね、声優さんのお仕事を頑張ってるから。いいよね、なんか声優さんね、憧れる。なんかその前回のアサルトで結構声優さんが結構でか、結構いらっしゃったから、そうだから、そのそういうのもいいなみたいな。アニメ好きだからね。
こんばんは。これな、これはあれです。ミルクストロベリーナタデココ。美味しい。うん。うん。うん。なんだっけこの歌。あ、バックヤンバーじゃん。めっちゃ聞いたことあるなって思ったらバックヤンバーじゃん。出てきやしない。うんうんうん。そのさ、どうだろう。トムトムさんありがとう、ラブレット。お塩さんも10個ありがとう。思いが溢れたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手を、どんな強さで掴んでどんな顔で見つめればいいの。なんだっけこれ、何の歌だっけこれ結構タイトルとさ曲名が一緒、タイトルと曲がねごちゃごちゃになる。フルナンドさんありがとう、投げキス10個。新宿駅前に立て残念ながらここ新宿じゃないですね。フルナンドさんありがとう、ハート。オンラインしたい、そうポート、そう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 、トークポート、そうそうそう。前の、あー確かにいいね、あれちょっともう一回呼んでもらえるように頑張ろう。で言ってみようかな言ってみていけるものかは知らないけど。こんばんは、グッドアンさんありがとう、投げキス10個。確かにそうじゃん、しま先生 ありがとう、流れ星10個。確かに大好きさん結構バラありがとね、見続けて。えわさんさんありがとうね、本当にそう、なんか本当にバルスキッチンさん前出た舞台の劇団のバルスキッチンっていうところがあるんですけれども、そこのねあの舞台は結構あの終わった後に一緒にチェキが取れたりとか話せたりするので、そういうのあってるのいいね。こんばんは。あ、40分ありがとう。リップ。リップ。トトカーメタル歌ってない。ゆる二次元、そんなことない。トムトムさんありがとう、私。こんばんは。広く浅くそうなんすよ。うまい。ひひ。バックナンバー、バックナンバー言ってよかった。グトアさん、ありがとう、投げキス10個。初舞台の子に質問される人になる。いやいや、私もまだ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 全然まだ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 全然本当に言うてそこまでまだ出れてないです。でもね、今年は他にもねやりたいことがたくさんたくさん、そうね、たくさんある、本当にいろいろあるので、できたらいいな、叶って、夢が叶っていけたらいいけど、着実にね行きましょう。トムトムさんありがとう。やっぱね、ね、人間ね、急げ急げってなっちゃったらダメな、急がば回れです。モベさんありがとう、アンプ10個。アンプ逃げて。あ、タガシか。そう、50キラ、ありがとう、ケンさん。気の持ちようでは？ああ、そうね。こんばんは、やついさん、こんばんは。リクエストボタン、え、それ私さ、ワンちゃんどっかなんか届いてる時あるかもモベさんだったの、なんかさあったんだよね、何回か届くこと。あれ、そうだったのおもろ、届いてるよ、ちゃんとありがとうね。なんかそう、舞台が終わるたんびにさ、ファンミーティング開こうよって私のあれなんだけど、ちょっと本当に舞台以外にしたいこと、いやあるんだよね、あるんだけどさ、ちょっとそうね、あるある。え、でも本当そう、それこそ声優さんのねお仕事とかもやってみたいし、ミュージカルもやってみたいし、なんか普通に映像ドラマとか映画とか、そう、そういう系も挑戦してみたいし、うん、本当にね、たくさんある。今ってさ、なんか
特にさ声優さんはこれあの声のお仕事しかやっちゃいけないとかさ、そういう舞台は舞台じゃないととかでもないじゃん。なんかもうなんだろうな、ちょくちょくでもいいけどどんどんつまんでとかってやってる人も全然いるし、まあ、つまんでもんじゃない、がっつりだねやってる方いっぱいいらっしゃるから、だからなんかそういうのでもいいのかなっていう、それを一気にねやろうやろうとは思ってないんだけど、そういうのが一つ一つこうあのやっていけたらなって思います。ビール飲みたいです。私はビールはあまりに苦手なことに気づきました。まず私がね、私自体そんなお酒が強くないんですよ、本当に。そう、本当にお酒が強くない、そんなに。だからそこまでね、なんか普段なんかなんだろう、一人の時に飲むとかもないし、なんかあのなんだろう、飲むのより食べたいって感じの人です。そう、ちっちゃにそうね、ありがたい。大変すぎるけん、うん、だいぶ大丈夫になった。それもね、夏ぐらいかなに多分何があったのかっていうのが分かると思うので、そちらでちょっとチェックしてみてください。スマートさん、ハートにいっぱいありがとう。こんばんは、今マーティンクス。それ届いてた、いいやん、届いてもいいやん。主役不在やだよね、本人不在のやつ。声好き、ほんと？海外旅行、海外旅行、いや今やりたいのは何だろうな、なんか今やりたいことか、プライベートでやりたいことは、実家に帰るすごいシンプルなあれですけど、こんばんは。まあ実家もそうだし、あとは普通になんか友達と最近なんかなんだろう、もっとねちょっといろんな人に会いた、いろんな人、なんかそうね、ありだね、ライブとつながりね、本当に思う。そういうなんかあのなんだろうな、アイドル声優っていうのかな、あのアイドルマスターとか、あのラブライブとかウマ娘とか、そういう感じのに出れたらさいいよね。歌って踊るのも好きだし、うん、陰キャだよ。わかる、声変わらないっていうよね。そう、お酒の場が楽しい。なんかでもお酒の場もそこまでなんか、みんな知り合いとかだったら多分いいんだろうけど、多分知らない人いても多分楽しめない本当になんかあのあれなんですよ、結構根がそんなにあのなまあ根は人に人と話すのは好きなんだけど、人見知りがちょっとあるから、そう、ね、仲良くないと黙っちゃう可能性ある、あり、猫かぶっちゃう可能性あり楽しめる、自分を出せる人とね会うのが一番ですうん、大きい仕事もちろんしたいです。こんばんは。ミカと全然会えてない、ミカと会いたい、ミカと会おうかな、ミカと会いたいな、そうね、会いたいわ。小姫にはねもう舞台稽古で会うし、だからそうね、ミカ全然会えてないから会おうかな。あとね、ミンさんはちょっと予定は立ててるんだけど、どうだろう、会えるかな。で、あとはそうね、リサさんも会うし、あとはあのルちゃんともあの会いたいねってなって、あの連絡してくれて、だからちょっと会う日程を調節したいなって感じで、ちょっとねバイトの方もちょっとだけ稽古前に入ろうかなみたいなそうバイトをしてるんですけれども、そのね
すごい体力を使うバイトをしてるんですけれども、それに出れたらいいなみたいな。こんばんは、よあ、お手紙ありがとう、今日もありがとう、時間帰れてないんだよね、ありがとう、もめさん、こんばんは、引っ越し諦めた、そう、どうだろう、コンテンツ出ると生、そうアスファルトね、なかったんだよね、打ち上げみんな忙しいから集まらないっていうのもあるだろうし、普通にもう次の日稽古ですっていう人とかも全然いたからなかったですね。たこ焼き食べたい、連絡してみる、なにわさんありがとう、ギフト、手紙、トムトムさん流れ星チェックあり、そんなこと、なんかメールさんありがとう、嘆きスミッツ、ミカの誕生日、うん、祝いました、こんばんは、人気者じゃないですよ私、なんだろう、なんかね、でも最近全然それこそ友達と会えてなかったから寂しい思いが募ってる、全然あんまり会えてない、寂しいです、寂しが、私寂しがり屋なんですよ、めちゃくちゃ本当にすごい寂しがり屋で、もうなんか毎日連絡取ったりとか、毎日、いや毎日はちょっと嫌かな、なんか結構頻繁に会う人欲しいよ、確かに初見さん、なんか基本でも舞台の子ですみんなみんな基本舞台で出会った子、うん、難しいかな、シベスター、そう、あの何、あの前のリリプロは結構そのなんだろうね、なんか、まあ、まず人数がね今回多すぎて、そう、それもあるね、お、うん、いろいろ会えないな、姉にも会えてないです、人見知り、そう、本当にそう、人見知りの寂しがり屋、本当にそう、なんで私こんな寂しがり屋なんだろう、これ絶対お母さん譲りだと思う、お母さんめっちゃ寂しがり屋なんですよ、そっからね私は受け継がれた、エレンスギ女学、ね、わかる、やりたい、泣きな、ねえ、ありがたいよね、新しくファンになってくださった方もいっぱいいたから、リオさんありがとう、皿洗ってきた、お疲れ、お皿洗うの大変だからね、洗濯物も大変だもんね、よいしょ、うまい、うますぎる、アルプスの牧場さんありがとう、ギフトだるま10個、アミさん舞台見に来た、うん、いや、あのね配信で見てくれた、まあ、家族で見てくれたらしいよ、お兄ちゃんとか、あのお兄ちゃん家族とか、お父さんとか、あの、まあ、もうそうね、家族おじいちゃんもだし、一緒に、あの、多分テレビにつなげて見てくれたんだと思う、こうなかなかみんなで行けたりとか、そのお母さんとかも仕事とかあるし、姉も大変だから今、そう、うん、なの、え、これ言ったっけ、地元の友達がアサルトリリー来てくれたって言ったっけ、私、ほっこりだよね、うん、そう、伝えるわって、リリーとして立派に戦ったって、マキナね、
マキナに伝える使命が残っているたんですよ。言ってないですね。あ、言います言います。そう、アサルトリリーね、そのなんかね、その子は小学生から、あ違う、幼稚園だわ、幼稚園が一緒で、で幼稚園の頃からずっと仲良くて、まあ、ずっとっていうか結構その会ってない時はあれだったんですけど、全然会ったんですけど、でなんか小学生仲良くて、で中学まで一緒で高校は違ったんですけど、でなんかその子が前ね、まあ普通に成人式があったんですけど1月に、でその成人式でなんかああみたいな、嬉しい会えてみたいな感じだって、で実はねみたいな、私すごい舞台好きでって、そうその子が言ってて、舞台好きなのみたいな、そう、あでもねまあいいか、そうでいやなんかその子がさ、お母さんにその東京にねちょっと行くっていうか、そのちょっとバレたくないらしくて、でもこっから伝わる、その子のお母さんに伝わることはないかと思ってちょっと今一瞬焦った。そうでその子ね、そういう舞台好きみたいな、しかも 2.5 が好きみたいな、そうなのみたいな、でまゆちゃんそうね出てるよね舞台とかって言って、そう出てるみたいな、そうで今度ね出るから来るみたいな感じになって、あいや行きたいみたいな、そういうのあったら行きたいみたいな感じで言ってくれたから、じゃあ来るって言ったら、あ行くってなって、そうで今回その子長崎に住んでて今大学で、そうで長崎からはるばる東京に来てくれて、で舞台を見に来てくれて、でちょっと終わってからご飯に行って、でそこで、ま、次の日もあったので解散してだったんですけど、本当にねすごいありがたいよね、スタボちゃんじゃない、そう本当にありがたい。でもその子がその舞台に関わりたいみたいなお仕事で、その今言ってるそのやってる大学で学んでることではないんだけど、なんか制作側の方でね関わりたいみたいなこと言ってたから、じゃあちょっとね夢が、その子も夢が叶ったら、私もねその舞台に、その子が関わってる舞台に出たいなみたいな、そう感じのことを話してます。はい、でその子にも分からんないんだよねこれさ、なんか何そのこんだけさ、その子も結構配信見てる時あるみたいな言ってくれたんだけど、ちょっと自分のことめっちゃ話すやんみたいな思われちょっと嫌だから、ちょっとここまでにしとくね結構言っちゃったけどここまでにしとくね、ちょっと今見てたらごめんね、特定されないようにするからごめんねそんなする人たちじゃないんだけど、ごめんちょっとめっちゃ言い過ぎた、もう言わない、もう何もその言わない、伝えるのが、わあすごいよね、なんかそういうさ、なんだろうな、考察とかもそうだし、アサルトの方々は考えがね深いです。そうジンカミさんも夕飯何食べた？夕飯まだ食べてない、あと15分だね、かゆくてかいちゃった、赤くなっちゃったね、肌弱いんですよ私。素敵な話をありがとう、いえいえ、トムトムさんありがとう、お茶に行こう、そうこんばんは、あきらさん、本当にね、なんかみんな、なんだろう、夢があってなんかすごい、なんて言うのかな、いいよね夢があるって、私もあるけど、なんか夢があったりやりたいことがあることって本当に幸せだなって思います。うん、
あ、それストロー、あ、そうそうそう、これストロー、あのドリンクのストローです。びっくりするよね、なんか急にここに出たらさ、これ何みたいな。仕事、いや、まあ、全然まだまだ。あ、ペイペイさん、ありがとう、初見さん、ギフトありがとう、流れ星10個、大輔さん、交番10個ありがとう、ごとあしさんも、投げキス10個ありがとう。愛されて、愛されてるのかな、うん、じゃあもう愛されたい症候群です。人それぞれ夢も幸せも違う、そうなんだよね、ほんとそう、ほんとにそう、なんかなんだろうな、もうもう久しぶりに会ってまた話すようになったとかって、そういうのってさ奇跡だよね、ほんとに。でも意外とね、地元の子でもめっちゃあの普通に自分のあのインスタとかね見てくれたり X 見てくれたりとかしてる子もいて、そう、本当にね、嬉しい、愛されてるかな、ラララ100年先もね、これさ、よくやるんだよね、自分、なんか普通にカラオケ来た時もさ、あの隣の人が歌ってるやつ歌っちゃうの、なんかあ, あれだよ、あの入れて歌うんじゃなくて今みたいな感じで100年さ100年さ君も大丈夫かな、あれさ、これ聞こえてないよね、あっちには、いつも思うんだよね、これでもし聞こえてたらめっちゃすごいあのがめついやつじゃんって思われてるよなみたいな、もう実際やってるからがめついんだけどさ、がめつい、うん、なんだけどさね、幼馴染じゃ、なおさん、 あ言ってるかも、なおさん、なんか会いたいな、会いたいな、また。なんだっけ、ゴールデンウィークか。あの地元のさ、3人幼馴染、まあ、3人幼馴染はいるんだけど、他にもその子とかね、いるんだけど、あの結構普通に会ったり、会ったり、なんかその成人し、なんだろう、ほぼほぼ腐れんみたいなすっごいめっちゃ悪く言っちゃった、あのね、腐れんとかじゃなくて、 なんて仕事も語彙力ないからさ、あのまあよく集まるよなっていう3人みたいな、まあでもそのなんだろうな、その3人で集まる以外にも仲いい子とかも他に多分いると思うんですけど、と思うんですけど、あの3人がいて、でその3人久しぶりに LINE グループ動いたら、ゴールデンウィークその帰るみたいな、その3人中1人は地元で、そのもう1人は地元じゃなくて、で私みたいな、その子が地元じゃない子帰るよみたいな、そうなんだみたいな、会えるかなみたいになったけど、私が帰らない帰らないなって、そう、なんかまた早くね、ちょうど会って会いたいね、うん、なんかもう一曲ぐらいアカペラで歌いたいね、最後ぐらいだろうけど、何がいい、100年先もお盆帰る、絶対お盆っていつだっけ、あれお盆っていつ、あれお盆って何日だっけ、何がいい、うーん、何がいいかな、いいイタリアンのお店集まりました、イタリアンまだ探しておる、イタリアンね、8月13日、はっ、ワンちゃん帰れるぞ、帰れるぞ絶対、そこ今のところ、今のところ、坂道はあんまり歌えないんだよな、どうしようかな、みんなが歌え、みんなが知ってる歌歌うか、何がいかに、だいたいランキングか履歴から探すんですけど、何が、まあ
うん。おお。お箱。なんだろうな。私の箱か。青と夏ってどんなんだっけ。上の花の行方はどこだ、映画じゃない。歌えるかギリギリ。涼しい風吹くだ、青空の匂い。え、高くない？これちょっと高くない？いや、いい歌なんだよね。一番だけ一回歌ってみる。無理だったらちょっとすぐ変更して歌える曲、歌えるというか歌ってるよなっていう曲歌う。歌ないからちょっと曲が高いよねこれ絶対。その記憶あるもん、高いよな。涼しい風吹く青空の匂い、今日終わったらと過ごしてみようか。風鈴が散りんひまわりの黄色、私には関係ないと思っていたんだ。夏が始まった、合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。次の恋の行方はどこだ、映画じゃない。主役は誰だ、映画じゃない、僕らの番だ。わかった？今低くした1オクターブ低くした。私2番歌えるかわからない。いやさ、いつか終わる風鈴が散りん、スイカの種飛ばしあるかもね。たちの嘘も転がされる愛も、何から信じていいんでしょうね。大人になってもきっと宝物は焦らないよ。大丈夫だからさ、今はさ青にあよ。夏が始まった、恋に落ちた、もう待ち疲れたんだけどどうですか。本気になればなるほど辛い、平和じゃない私の恋だ、私の恋だ。あ、いや、むずい。あんまわからん。わからんけど、わかるのはいい曲だよって。私ね、こういうのちょっと聞いてほしい。私さ、全然違う感じの。ありがとう、最高、最高、ありがとう。トムトムさん、ありがとう。嬉しい。ありがとう、トムトムさん、トムトムさん。最後は歌える曲歌いたいね。最後、一曲、一番だけなんか歌える曲歌って、ランキング読めて締めたいと思います。いや、なんかあのね、こういうね、なんかすっごい青春ですっていうのを見ると、なんかすごい自分切なくなっちゃうんだよね。センチメンタル、なんだろう、なんかそのうわーってなっちゃう。何がいいかな、歌える曲。ドライフラワー、ドライフラワー、いや、わかる。あ、いや、でもあれ結構何回も歌ってるからな。いや、君と夏フェス歌えるけど何回も歌ってるからどうだろう。ちゃんと愛を伝える、もう二度とあなたを忘
なくせないから、いや歌おう、夏だしね、もうちょっとで。君と夏フェス、はい。それでは最後に1番だけですが、君と夏フェス、ししゃもさんの君と夏フェス聴いてください。ちょっと感覚でね、前奏感覚だから私。あいつとフェスに行く約束をしたはいいけど、あまり乗ってたら惹かれそう。控えめに楽しむって決めたんだ。でも私の大好きなロックスター、真夏のステージでスーツを着たロックスターも我慢できない。止まらないのは私の汗、それとも君への気持ち、滴り落ちてく恋心、ああこぼれないようにすくってね、止まらないのは夏への期待、忘れられない夏になるかも。ありがとうございました。はい、じゃあこのテンションでね、16位レアルマドリッドさんありがとうございます。そして15位大輔さんありがとうございます。そして14位スマートさんありがとうございます。そして13位トップティーのお嬢さんありがとうございます。12位アイジさんありがとうございます。そして11位松田さんありがとうございます。10位前星さんありがとうございます。9位 D3 さんありがとうございます。8位グッドアースさんありがとうございます。7位かまちゃんさんありがとうございます。6位フェルナンドさんありがとうございます。5位アークさんさんありがとうございます。そして4位トムトムさんありがとうございます。ここからは壇上です。第3位ヨッシーさんありがとうございます。そして第2位モーベルさんありがとうございます。そして今日のハイヤル第1位はドゥルドゥドゥル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 志麻先生です。ありがとうございます。ドゥンドゥン最高、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日は順位変わる、変わったやつ読んでた私今。はい、てな感じで今日は来てくださって皆さんありがとうございました。またね、次の水曜日だったりとか、まあ配信ね、配信もですが X と Instagram もやっております。 TikTok もありますので、もしよかったらよろしくお願いします。そして次の舞台も決まっておりまして、放課後戦記という舞台に出させていただくので、そちらの方のチェックもよろしくお願いいたします。それでは次の配信でお会いしましょう。またね、 See you。 じゃんけんチョキ、今日はチョキでした。はい、ということでまた次の配信でお会いしましょうね。おやすみなさーい。おやすみなさーい。